ナオフ、こちらはです。さあ、今日は部屋の掃除をした時にですね、はい、視聴者の人が、はい、この初音ミクの箱が気になるというコメントいただいたので、なんなら紹介しながら、このもう棚を棚ごと紹介しようかなと思います。はい、まあ、自分たちもね、何がちょっと あるか忘れちゃったんで、それも兼ねて、はい、はい、でここにあった、はい、衣装ケースですね。こういう衣装ケースを隣のベランダに出しました。うん、今出しました。出しました。まあ、最初にちょっと画像貼ってあると思うんで、この辺に。あ、そうですね。お願いします。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、ここから紹介します。紹介します。はい、どうぞ。上はいいか。上は、まあまあ。これは何だい、はい、これはですね。初音ミクじゃん、しかも。ゲームセンターで撮った、ジャバプロジェクトディーバシリーズのビッグタオル。ビッグバスタオル。うん、全日種。全日種。昔、俺、毎日ゲーセン行ってたからね。裏はこういう感じかな。もう一個の方はこっちかな。調べちゃうかな。でですね。あ、あれ、まあそう、同じの俺何個も。さあ、あれか。あれない。あ、あったあったあった。こっちの方が 4だね。4個。多分こっち3個だ。1、2、3だね。はい。調べなくていい。調べるか。持ってちょっとね、最近なんですけど、まあ、ちょっと向こうにある、なんだっけな、おっぱいマウスパッドとか、その辺を調べたら、結構2、3000になってたんですよ。昔より価値が上がってるんで、ちょっと値段を調べたいと思います。僕たちがいつも、ね、ああ。プロジェクト。いつもアニメグッズ買ってる駿河屋で。そうだね。調べます。いくらで発売、いくらで売ってるかだね。あ、こっちだね。こっちが1200円。じゃあ、こっちが1200円で。そうそう、こっちが1200円で。こっちが1100円。安っ。そうか、1100円です。はい、まあまあまあ、でもこんなもんでしょうと。いや、にいってるかなと思った。 もう手に入らないからね、これだって。そうだね。そんな出回ってるかな、これ。まあ、ゲーセンだからな。この辺どうする。パズルはいいか。パズルもまあ乗せた方がいいよ。一個だけ調べる。うん、いや、春日行こう。春日か剣、どっち。春日行こう。春日の方が高そうだね。バニーの前じゃん、これ。ある日のこのバニーだね。はい。これ確か定価3000のはずなんだよ。本当だね。5000。似てるのあったけど。5000、俺の予想。1600円。あれぐらいです。マジで。てか、売ってることに驚きだよ。ウェディングバージョンは。ちょうどいいな。あれ、ウェディングバージョンないわ。ないわ。あ、本当に、うん、でも、そんなしないはずだよ。1000、こっち1600円ならこっちも1000ぐらいだよ、多分。ただ、スーパーライブみたいなのがあるんだけど、それ品切れです。はい、次。じゃあ、こっち行く。うん、はい、トラドラのバスタオルだね。これもゲーセンで取れるやつ。あ、3種類ある。3種類。ちょっと待って、光が。これどれだ？一番左のやつですね。一番左のやつと、多分全種類あるんじゃない？これ。あみちゃん。これはあった。これあった。1300。1300安っ。けど、ない。在庫がない、ね、それ以外にない。うん。で、他の3種類は？ない。2種類ない？ない。これしかね。これ、あみちゃん。ちょっと持ってってよ、じゃあ。これ出す？全部出す？あ、それ何？
あ、これビッグバスタオルだ。ビッグね。なるほど、ちょっと待って。ちょっと待って、俺もさ、ね、これね、どれが何だか分かんない。ビッグ?ゼロ件。え、ビッグ?ビッグ。ビッグバスタオル。やっぱりな。ビッグ。どっちだよ。ビッグゼロ件ないないです。ですね、一応さっきのこれがこれなんですよ。これそう、これがあったんだけど、1300円、各1個ずつ持ってます。1個ずつ持ってる、はい、で、はい、なーっとどうなってんのこれ。これちょっと蔵の高い、ちょっと待って、先こっち説明して。はい、この絵柄で、かわいい。3個持ってますね、これ。なるほど。で、これも3個持ってる。ゲーセンで。はい。あ、ほら、まあ、調べられたら後で調べます。ほら。かわいい。ビビってる。色合ってない。色いよ、これ。ちゃんとね、保存状態ね。いいから。あ、胸見てるけど、ちょっと待って。おっぱい。これ3個。これやば。これ3個かな。よっしゃ、次だ。在庫だ、釣れないな。これ今のもうゲーセンだね。これもゲーセン。あ、これ裏で書いてない。裏にと固定しておきたいね、もう。確かに、そういうことね。これクラダンのゼロ件ビッグバスタオル全2種一応1個ずつ持ってますね。え、ゼロ件、はい、調べられません。するぐらいでも在庫持ってないって。多分ね、持ってない。そう、他のところで調べてみる。いや、いい、いいよ。そうだね、まあ、ビッグバスタオルだもんね、まあ、他で調べてるの一つかね。そうだね、ちょっと、どこである、どこで扱ってるの。知らない。いや、アマゾンで。あそこ高いじゃん。高いね。ついてるもん。ついてる。あーはー、ついてる。次どこ行きます？ここだ。ここ？え？ここ？うん。いや、これ俺芋のバスタオルなんだけど、この絵柄と、いい？うん、見えてるよ。見えてる。この絵柄。うん。多分2個ずつくらい持ってそうな。これね、黒猫ありますか。黒猫はない。俺の芋の、俺の芋の黒猫はない。これと、うん、これ霧のか。そう、両方霧のだね。多分各2個ずつかな。120cm?書いてある。いや、ビッグって書いてねえわ。あ、120cm サイズ、60の100。あ、バスタオルで出てこない。バスタオル出てきてるんだけど、黒、あ、ね、ないよ、ない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 。扱ってないですか。黒猫で5000円ってます。それゲーム、なんだろうこれ。手ぬぐい、手ぬぐいか。これは軽音のバスタオル、春フェスバスタオル。ちょっとぐちゃぐちゃじゃんこれ。ね。軽音どう？軽音？春フェス。おい、俺。あ、いやいや。それ持つよ持つよ。ごめん。これですね。軽音絵柄がこれ、ハルフェスメイドさんのあれになります。で、こっちがこれですね、ハルフェス。あ、うん、あった、うん、2360円。どっちの絵柄。あ、こっちか。そうそう。もう一個は、もう一個がこっちの、あったあった、1600円。こっちが2000円。ミオ、うん、そっちが2000円で、うん、みおちゃんの方が、うん、みおちゃんが見えてる方が、うん、1630円。
1630円。定価が、2700円とか2100円。これゲーセンで？あ、そう、あ、中古通常価格って言われてるわ。ああ、そういうことね。これ全2種だからね。あ、ほんとセガだ。これゲーセンだよ。全何種って書いてあるの。大体、あ、次これ何。ああ、メモリアルフォトフレーム。いや、これいい、これいいよ。そういう方が高いね。こんなのそのしない。そういう方が高いね。しないって。メモリアル？調べんの？メモ何？メ。メモリアル、うん、全部調べなきゃいけないから、フォトフレームだよ。これは？あったかフリーズブランケット。ボリューム2。おうおうおう、ん？ケイのフリースブランケット。フリースね。うん、絵柄が後ろに書いてあるの。あ、書いてない。残念ながら書いてないです。全2種多分ちゃんとね持ってるはず。ああ、あったあったあった。青い、あ、黄色いのね。うん、あれ黄色いのないわ。これミオちゃんが写ってるぞ。で、これな、ボリューム1、それボリューム 2、ボリューム1しかないわ。え、1400円。1が1400円。あ、それ、あ、だだだ、それ800円。使いましょう。800円だそうです。あ、次。いや、これは違う。いや、これはいい。ゲームセンターのやつ。いや、あ、ボリューム2あるわ。まだ2個持ってんだ。リトルバスターズのビッグタオル、秋葉原限定品なのです。あ、これ ゲーム景品じゃないかもしれない。これ高いよ。あ、これネットですげえ昔買ったわ。お、ヤフオクで買った記憶ある。ヤフオクで買った。あ、うん、ビッグバスターズね。うん、秋葉原限定でもう出てくると思う。秋葉原限定。うん、秋葉原か。うん、この絵柄です。ん、うん、違うな。ビッグバスターズね。うん、ビ、これ中どっちだろう。ルで、俺はその間にとあるのマイクロファイバータオル。はい、こちらがケイオンの枕カバーですね。ないない。見せて、もう一回その、ん、それ、あ、これ、うん、裏見せて。あ、ない、ない。じゃあこれ3個持ってるけどさ。いや、俺一応クルガイをしたからクルガイ2のクドが1だと思うんだけど、開けない。あ、これ高いかな、わかんねえな。まあいいか、これ、いいや。はい、はい、次行きましょう。ヘビ持っててちょっと一回片付けないといけない。いいですよ。はい、エンジェルビーツ。鑑定団で買ってるね。本当。1個200円、3個500円。マイクロファイバースポーツタオルです。どっちが入ってるんでしょう。ユリペだ。髪の色でユリペ決定。うわ、これ天使ちゃん高いんじゃないの？ジュースの？入ってないか。天使ちゃんが、うん、定価やば、2100円で、ん、定価8000円だよ。定価8000円で、でも売り値2000円、うん、
ユリッペない。安いな。ユリッペないよ。ユリッペない。まあ、天使の方が高いでしょう。もう箱もぐちゃぐちゃだし。でもいいよ、この500円で買ってるから、3個500円で。確かに。よし。この中から、いっぱいあるから、ちょっと高そうなの厳選しよう。はい。ソニックか。ソニックどうだろうね。スーパーソニックの。はい。こういう方が高いそうなんだよな、ソニックとかの方がな。キラキラ。キラキラの、スポーツタオルだね、これ。500円で買ってるの。キューベか。ビッグバスタオル。ビッグバスタオル。あんましなさそう。これ何？リライトの服、服だね、これ服。これも、そんなしないと思う。これは？エヴァンゲリオンの新劇場版。うん。トートバッグ。なぜかここにある。これゲーセンで撮ってるな、多分。そうだね。何これ。これマクロスの衣装のスポーツタオルだね。これはもう、そんなしない。どうかな。神様のことあるじゃん。これ何？ハロー。なんだっけこれ。キティ？そう。キティちゃん映ってた。ハロー。キティ。あ、これ調べよう。ニャルコさん。ニャルコさんね。あ、あった。はい。クオリティソイネシーツ。ソイネシーツ。うん。ハイクオリティ。はい。夜。水着だね。水着。いいね。はい。夜にあるこのソイネシーツでいい。神様ドールズ。うん。あ、よかった。一人ずつちゃんと持ってる。ちょっと映ってるかな。うん。うん、こちらの絵柄になります。うん、でもん、わかんない。あ、それ、うん、水着、あの、多分スク水っぽい。あ、それだな。それっぽいわ。750円か。あ、そうだね。750円だ。はい、くそ。すごいな。安すぎ。俺もそんなしてないからいい。わけだ。いや、ほんのいいよ。メイキーホームズのこっちの絵柄だね。まあ、高かったら検索して後でしたら、出します。パキスタン何です、ちょっと、ん？ D ショー。やばいよ、はい、早くで、早くで。暑い？早くで、いや、もう20分引き。あ、20分、あ、そういうこと。お、これエヴァンゲリオンのシーツ。はい、 OK。 はい、これは何だ。これはいい。いきますよ。はい。よいしょ。ラキスタの D ショ。はい。あれ、前はここ、こう見せた、見せた、見せた。リライトの、ね、バスタオルだね、これ。はい。いや、あとで調べるとき、あれで分かんないんですよね。うん。ちゃんと映すよ。うん。マフラータオル、これ。マフラータオル。軽音のマフラータオルですね。あ、行っちゃってる。え？何？おお。サワ、サワ、サワ。あ、これさっきのあれだ、ケヨンの、うん、これ、なんだっけ、これ、一生これと、これ、うん、の箱なしバージョン。箱なし？箱なし？スポーツタオル、ミライトのスポーツタオル。ルローニケシ？うん。これなんで買ったんだろう。いや、俺、未だに見たことないんだよ。あさってんね。絵柄これ。今高いかもね、もしかしたらね。映画自社が多分可愛いから買ったんだと思うよ、俺。映画自社が。え、あ、そうなの。そうだね、佐藤健さんじゃん。いや、俺全然知らないから。でもバイス縛り作るからさ。あ、なるほど。どうしようかなと思って買わないと。あ、まさけるルーのスタイル聞いたことある。はい。ういっ、なんかつくやつない。ガトツない、そういう技。知らない、知らなくじゃん。え、違うか。違う。あ、びっくりした。黒子のバスか。黒子か。え、知らなかったら高さになるけどな。これゲーセンだよ、これ。
ね、デラックスマルチクロスね。で、この絵柄ね。どうしてる？これが、アイドルマスターの、デラックスマルチクロス。はい。さあ次、はい、軽音の暗いな、もうちょっとこっちの、あったかあったかブランケットメイドさんのバージョンになります。これいっぱいあるよ、調べる、いっぱいある、いっぱいあるね。ちょっとなんかくっついてるわこれ、ダメだ。え、何個あるの？もうごめん、携帯が熱いもんで一回閉じました。うん、34、5、6、7、やべ、俺そんなとだったか、ゲーセンで。8個ありました。8個。はい、やばすぎ。やばいって紹介。何が？紹介しきれません。そうだね。うわぁ、もうダメだ。マジ痛い。あ、コードギアス、ちょっと、見える？映ってる？うん。の、どこに、あ、デラックスマルチクロス。うん。で、絵柄も OK？ 映ってる？ OK。これがね、なんでこんなんだ？ 1、2、3個、4、5個ある。うん。めっちゃ取ったな。ゴムが溶けてる。暗い、暗い。どこだ？どこだ？のれん。うん、乗れんね。乗れんね、はい。ゲームだから出てこないかもな。あ、ソニコの。何？デラックスマルチクロス。はい。はい。この辺は、ちょっと、いや。あ、待って、ポドジュースまたあった。なんで同じの？同じの6個。6個ある。6個。びっくりしません。次。その、天使のでけえな。どれ？ブランケット？でかっ。ブランケット。これゲーセンだよ。これは昔の、確か。昔ってか、今、車の中で使ってるんだよ。多分ね。多分ね、いや、使ってるよ。ローだよ。え、これちょっと。待って、ローの高えぞ。ワンピースの、うん、ローのデラックスマルチクロス。はぁ、疲れた。もうやりたいな。うん、もう、あと雑打つそう。足がみちみちしてる。暗いんだよね、そっから。その辺から。あ、そうね。こうすればいい。そうこうすればす。これめっちゃいい。やばい、衝突の香りが立ったんだなって言ったわ、きっと。ちょっと待って、何か映しとくか。ね、大判、ブランケット。うん。はい。しまうよ。はい。2個ずつあるよ。はい、あ、絵柄書いてあるかな、これ。ああ、書いてないな。残念。書いてあれば、検索するとき楽なんだけど。ない。ジャビッツ。ラブプラスの豪華3点、3台フロック付き。多分全部ついてるよね。抱き枕とか付いてるやつないか。あれ？あ、ちょうど横見してる。プラス。はい、オッケー。まあ、これはいいや。これはいい。はい。あ、これ待って。集めたな。集めた。飾らず持って。いや、手がない。ちょっと、じゃあ、ちょっと取っといて、ちゃんと。いくよ。もう、バンバン落としていくよ。打つ。絶対わからないと思う、キャラ。俺は。眩しいか。こうか。まあ、書き下ろし等身大ポスターで出るわ。さわちゃん。うっ、あ、待って、みゆちゃんの。すくみずだ、これ。わ、色。今じゃ、ちょっと考えられない。ほんとだね。誰向いてんだ、誰に。K-BOOKSってどこで買ってるわ。K-BOOKS。K-BOOKS? どこだ、秋葉か。秋葉って言ってるかな。すげえな。でも多分これ全種類揃ってないな。
そうだね、そう。ダマでやめたんだよ、たぶん。一回飾ったんだよな、確か。いや、飾ったよ。飾ったか。うん。やめたんだよ。よっ、マリアホリックのマイクロファイバー。たぶん、はい。あんまがめ。ごめん。アキメキスや。アキケメキス。はい、そのうん。あ、こっち高そう。たぶん。バーディだ。ボーダーブレイクか。いやー、どうしよう。いやいや、ボーダーブレイクでわかんない。いえ。はい。はい。OK。10コーラ持ってる。ねえ。はい、ラブプラスの。シーツだね、シーツ。シーツ。ラブプラス、先生だ。はい、これもボーダーブレイクだ。ラブプラス。ドアルのバスタオル、バスタオル、バスタオル、ディライトのスポーツタオルと軽量のナンサー、出そう。タンブラーとかはいいや、こんなのいいや。タンブラー、タンブラー、終わり。はい、あと何もないです。もうこの辺タンブラー、プラスチックタンブラーね、タンブラーね、タンブラーいい。それタンブラーで調べますね。絶対しないからいいよ。なんか思ってるプレーネがついてな ないね、うん、びっくりしたな。もうね、10年前だから、うん、3000円ぐらいかなとね。3000よくて5000円ぐらいかなと。ビッグバスタオル高いもんね。だから売れてないのか、それとも在庫がたくさんあるのかってな。まあゲームセンターだからね。うーん、だから取り扱ってないのもあったから、うん、私はちょっと分かんない。はい、ということで棚1個でこんなに時間がかかりました、はい、どうした。また時間がある時にね、紹介したいけどね。時間がある時ないの。ない、ない時やるの。ない時やったの俺たちは今。え、そうだよ、時間がない時やったんだそうだね、すごいね、昼に撮る予定だったのに。本当だ、いろいろ用事の用事の用事でこんな時間に、まあ夜になっちゃったと。夜さ働いてるとね、まあこんな感じです。そんないね。まあいや、まあまあ人、まあでも見れてよかった、とりあえずね、うん、うん、こんなのがあったんだなと。そうなんだ、はい、で、まあもしこれちょっとまた気になって他の見たいよって人いたら、ちょっとコメントまたください。やるかもかもしれません。知らないです。はい、かも。では、ご視聴ありがとうございました。